マイクテスト、マイクテスト。あ、マリちゃんも音出るからマイクテストしてください。はい、マイクテストです。大丈夫ですね。マイク、口が回らない。あ、こんにちは。マイクでこんなこと言っていいんでしょうか。皆さんこんにちは。今日3時間半ぐらいかけて来ちゃったんですよ。ね、私ね、引っ越しちゃったんですよ、埼玉に。なので下道通ってあっちこっち、もっと3つぐらい事故ったんですよね。いいですか、大丈夫、十分 OK というわけで、小平猿、小平猿と申します。今までずっと、マリちゃんフレンズでやってきたんですが、一度もまだやっていないことがありました。マリちゃんと、セッションをするということを一度もやってなかったんで、本日はマリちゃんとタッチをやりたいと思います。ぶっつけ本番です。そうなの。皆様の、熱い声援をお待ちしております。ということで頑張ります。タッチお願いします。マイクで踊れなかった、残念だった。さあ、大変、サラさん頑張ってね。とりあえずハイタッチ、はい。これで長年のあのね、みんあのセッションするっていうのがコラボレーションか、うん、コラボがうまくいきましたので、まずは OK で、去年はですね、訃報が結構いっぱいね、いろんな有名な方々がお亡くなりになってしまいましたが、じゃあ今年はどうしようかと、今頑張ってる、今現役で頑張ってる人たちを応援、エールを送ろうみたいな感じで、ちょっと今日は、いや、2人ほどフィーチャーしていきたいと思います。まず1人目はですね、山形幸男さん中人で、
ですね、有吉のなんか番組に出て、肌が黒くてごめんなさいみたいなことを言ってた人がいるんですが、ガオレンジャーっていうね、戦隊もののオープニングを歌って、ちびっこのみんなが怖すぎて泣いたっていうね、そういう人がいたんですが、この人がですね、バクシンガーという曲を、バクシンガーっていう作品の曲もやってますんで、これもやりたいかなという感じで、とりあえず山形幸男さんフィーチャーで、銀河烈風バクシンガーをやりたいと思います。J9 って知ってるかい？昔太陽系で一気に暴れ回ってたっていうぜ。今も世ん中荒れ放題、ぼやぼやしてると後ろからバッサリだ。どっちも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 、ありがとうございました。何のこっちゃと思われますが、あれだ、銀河系でスペース新選組をやった作品だったりします。必殺仕事人をやって、なんだっけ、このあれだ、爆心ですからね、新選組をやって、次は、80日間世界一周旅行をやったっていうよくわからないかっこいいのがあるんですよ。 J9 シリーズ82年、81、82、83ってあるんですよ。で、あれですね、久石譲さんっていう作曲家いらっしゃいますよね。今回もジブリで、音楽やってますが、この人がですね、ジブリ手掛ける前にこの、3作目のサスライガーで編曲とか作曲とかもやってたので、この曲をやりたいと思います。山形幸男さんで、しっとりした数少ない曲だったりします。恋人たちの星祭りお願いします。
ありがとうございました。恋人たちの星祭りでした。80日間世界一周旅行っていう小説はなんとなく覚えてますかね、あの太陽系のいろんな星々をですね、緑色の汽車の、蒸気機関車みたいな形した宇宙船に乗って、80箇所だったかな、トライするっていう作品で、で寄った星で、なんか素敵な曲が流れててっていうのが今の曲だったりします。J9 シリーズっていうのはですね、若干大人向けに作ってありまして、まああれです、あのこういうしっとりした曲が流れたりとかするっていう作品なので、まあ大人になったら見てみても面白いんじゃないかなと思う感じではございます。かなりねルパン三世にそっくりなんですけどね、いろんなところが。さて、もう一人、小平猿が今年応援したいと思うのは永井豪先生ですね。なんか病気から復活したっていうんで、今年永井豪先生が、仕事復帰したぜっていうことで、じゃあ応援するためにも、鋼鉄ジークのエンディングを歌おうかなということでやってみたいと思います。実はイタリアで鋼鉄ジークは大人気っていうのを覚えておいてください。イタリアに旅行行ったら鋼鉄ジークって言っておけば、あの、いい反応がもらえるかもしれません、イタリアでは。というわけで、ヒロシのテーマお願いします。Power, go!
ひろしのテーマでした。というわけで、イタリア行ったら鋼鉄ジーク、フランスに行ったらですね、グレンタイザーが大人気だというのを覚えておいてください。つってもあれだけどね、あまりにもアニメの本数が多すぎて、日本人がえ、何それ、そんなの昔やってたっけっていう状態に陥っているのが今の日本ではございますよね。さて、永井豪先生を代表するね、ゲッターロボ、グレン、あ、ゲッターロボもいるよねっていうことで、マジンガーもう一回作りたいなと言いました、でもゲッターロボの方が作りやすいよ、権利的にっていうことで、永井豪先生が、91年にもう一回っていうことで作った、ゲッターロボ GO というのがあります。なんかね、ネット見るといっぱい今ゲッターゲッターってうるさいんですけども、この曲はほとんど出てきません。なんででしょうね。意外とね、昔の話してもね、91年とか90年っていうことはね、あんまり反応してくれる人が少ないのが寂しいんですよね。もう20年30年くらい前の話ですからね、90年でさえいや、時間が経つのは早いなということで、水木一郎兄貴の歌、ゲッターロボ GO お願いします。ありがとうございました。ゲッターロボ GO でした。ただこれ曲を作った人がですね、渡辺忠明先生っていう、マジンガー Z をやった人なんですね。で、当然水木一郎兄貴といえばね、マジンガー Z なわけですから、つまりマジンガー Z のスタッフで作ったゲッターロボだったりするわけですね、という感じではございますが、やっぱとどめはね、永井豪先生といえばやっぱりデビルマンでしょうということで、あ、カポ、あった、
デビルマンの歌で締めようと思います。もう長井久保先生 もういくつなのかな、ね、気がつくとみんな70代80代ってこともねざらにあるので、まあ皆さん長生きしてもらいたいとは常々思うんですが、今年も暑いからね。というわけでとどめはデビルマンの歌でいきたいと思います。よろしくお願いします。